東京証券取引所で新年恒例の大発会が行われました。黙祷。年明け最初の取引日に開催される大発会は、能登地震や羽田事故のため恒例の合唱は行われず、黙祷から始まりました。今年の日経平均株価は3万2000円台から始まりました。東京株式市場、日経平均株価は寄り付きから大幅に続落しました。昨年末の終値からの下げ幅は一時700円以上となり、取引時間中としておよそ2週間ぶりに節目の3万3000円を割り込む場面もありました。相場の格言では辰巳天井と言われておりますが、上り流のごとく力強く株価が上昇する年になることを期待しております。